どうも、バズリオです。バズリオです。今日はね、ティンダーの社長、アイくんです。コラボです。よろしくお願いします。ありがとうございます。いえいえ。ようやくやってきました。ね、こう、むしろこう誘ってもらえたんだよね。いえいえ。やっぱ今年もうすぐ終わるじゃないですか。はいはいはい。今年やり残したことって何かなって自分の中で整理してたら、リオ君とコラボでした。あ、嬉しい、最後にね。危なかった。いい来年迎えれそうになかったけど、このまま行ってしまったら、よかったです。じゃあ、年明けにもう一発やりますか。大好きじゃないですか。もう、実はアイ君ともね、10年以上。そうですね、実は。もともとリオ君が名古屋でプレイヤーバリバリやってたから知ってて、はい、その時に、名古屋のピーリオと福岡の姫の愛みたいな、ちょっとこう各地域で名を轟かしと中でも唯一無整形の中でも、まあちょっと整形してないっていうか、いじってないですよね。いじってないです。本当ですか？すごいシリアス。いやいやいや、一応ね、もしかしたらさ、俺の知らんとこでもういじってしまった可能性あるけどね。いや、もうアイシールしたぐらいですかね、メインが。いや、それはもう全然全然、レンジと俺とリオくんって、まあそれなりに同じ時代を生きてきたプレイヤーの中でも、そうですね、で一緒にこう今ね、オーナーという立場でいろいろやらせてもらったけども、うん、その時にやっぱ唯一で無整形で、うん、まあ、名を轟かした3人といえばっていう、うん、あと二刀って言われてましたもんね、結構。あ、そうそうそう、だから名古屋の時からそれも知ってて、ずっとこうアイくんに似てる、アイくんに似てるって言って、いつもホソース見て、ああ、会ってみたいって言って、ホソースの大きい撮影があって、あ、そうですね、バスで、ね、なんかお城行って。そうですね、ロック城みたいな。そう、ロックハート城。そうそうそう、もうホストクラブがある地域の一番売れてる有名だみたいなホストを全部集めて撮影みたいな。へえ。で一緒やって、九州代表で2人で行って、そこでレンジ君と、あとトランプの勝間君と、そうですね、あって、その4人が当時全員代表とかが気づいたら全員ちゃんとオーナーになるという奇跡が。ああ、すごい。それでも奇跡だよね。そうですね、だってなかなかそこまで行かない人が多いな。あ、そうそう。 でもそこの時にいた人ほとんど全員もいないの。この4人だけ残ってる。へえ、そう。知らんかもしれない。スティンガーが何年ですか今。スティンガー自体はもう東京で、今6年目ですね。そうですね、僕の確か1年か2年後に来てるんで。そうですね。いや、でもなんかアイクの適応力が半端ないなと思って、九州色が強すぎて、うん、あ、うん、その歌舞伎町で働きようのに歌舞伎町なんか知らんっていう、俺はもう九州のやり方で行くんだっていう。すごい強気ですね。そう、でもやっぱね、それだけじゃやっぱダメやったなっていうことに途中で気づいて、うん、やっぱ歌舞伎町で働かせてもらうと以上、歌舞伎町の良さとかも、うん、街柄とか人柄もやっぱ取り入れていかんと、このままじゃ本当に潰れるやろうなっていうところまで来て、ようやくちょっと変えましたね、こっちの色に変えたというか、まあ、取り入れていきました、うん、むしろ九州色はね、今でも多分変わってないと思うんですけど、だからすごい途中から結構いろいろアイコンが、うん、これどうやってますみたいなの聞いてくれてるんで、あ、そうそう、変わっていくんだなと思って。だいぶ教えてもらいましたよ。いや、僕はもう何でも、その僕でよければ何でも、納得なんもないですけど。だから結構人に聞くって結構勇気いるじゃないですか。そうですよね、うん、なんかその自分の考え方じゃなくなってしまいそうなのも怖くて、ちょっとこう意地張ってたんですよ多分。なるほどなるほど。1年目2年目はでも1年目はもう僕もそれやったんで、結局そこでこう気づくこともあるじゃないですか。素直にその時期があるからこう意見が入りやすいと。そうですね。し、あ、ここはブレちゃいけないな、うん、ここはちょっとじゃあ変えていこうかみたいなね、はい、で僕も最初それこそもうこう絶対これみたいなので1、2年はねやっぱやって大失敗したんでね。あ、うん、どんな失敗しました？ちなみに俺が逆に聞きたいです。一番の失敗は人をこう辞めさせないのが僕めっちゃ得意なんですよ。だから1年間オープンして最初40人ぐらい集まって、はいはいはい、1年間至らんことしてクビにした人間と、もうシフトでちょっと全然あれやからもう辞めいい言った人間、はいはいはい、その2つ以外はマジ1年間誰も辞めなくて、へー、レギュラーが1人も辞めないと、人がいればどうにかなるという気持ちで、はいはい、で1年ぐらいしてる。でもまあお店売りがそれどれぐらいだったら2、3000ぐらいでずっと推移、はいはい、3000ぐらいとかの推移してて、うん、でなんでこんな跳ねないんかなと思ってたら、そのうちのグループの創設者のおじさんに、はい、それはもうね、お前はね豚を育ててるよと、こう先輩が優しいと、で両面倒見がいいと、で日給もある程度あると、はいはい、もう豚を育ててるだけだからって言われて、はい、ははははそっからもう日給もとりあえず下げて、はい、で売れないと給料がないような状態で作り、僕もめちゃくちゃ厳しくなって、はい、めっちゃ一気に辞めたけど、辞めたのに数字は上がるという、
なるほどなってなってからは、まあもうだいぶこう言いましたけど、そうか、人を残すことが全てじゃなくて人を育てなきゃなんだな、はいはい、そこからがもう全然違う感じになりましたね。うん、アイコンの失敗なんですか。変な話、それも一生の課題だと思うんですよ。人集めることも一生の課題だし、やり方をまず変えなかったこと、はいはいはい、変えなかったことじゃないな、取り入れなかったこと。ああ、なるほどね。一個立ち止まってみて冷静に周りを見ればきっとこの店もっと良くなっとったはずなのに、うん、一切それに目も向けず、うん、走り続けてしまったことですかね。そっからね、結構切り返しで早かったっすけどね、なんかイメージは。やっぱついてきてくれる仲間たちの俺に対する熱意、うん、あ、社長が好きなんで俺たちついてきてるんですよってやっぱずっと言ってくれてたんで、俺もほんとしっかりせないけんっていうか、こんな仲間がついてきてくれたんやったら俺もしっかり頑張らないけんっていうところに奮い立たされながら、あ、人の意見、従業員の意見、下の子たちの気持ちも組みながらしっかり突き進んでいける男になっていこうって決めてからは仲間の動きも変わりましたし、全部自分が一人でせないけんって思ったことをやっぱ触れるようになった。あ、こんなにうちの部下たち優秀なんだと思ってからまたこう違う目線になりましたけどね。あ、じゃあちょっと自分はこういうことしようみたいな、はいはい、ってなってこの2年ぐらいはもう付き合いを増やそうって、もうね、夜な夜な飲み歩いて。そうですね、めちゃくちゃ飲んでますもんね。じゃあ結構そんな形でこう2人が会われたって感じ。あ、そうそうそう、今もこうやって。そうですね、たまにご飯行ったり遊んだりできるのがね、嬉しいなって同居で。お互いのもう印象を一言で言うと何ですか。おー、でもまあ俺は結構ずっと名前で聞いとったんで、はい、プチ芸能人に会った気持ち。ああ、今佐野っていう。僕は会った時の印象も多分これはもう完全にカットやけど、結構お客さん被ってたから、あの子とあの子は多分大体やろうなって。最悪。あ、兄弟兄弟。いや全然使っちゃっていいんですけど。いやでもあれですよ、今の話の流れからあれなんですけど、うん、基本的に経験人数結構少ないんですよ、そもそもの。そんなイメージだな。でもほんまに実際はやりたいっていう自分の男としての欲よりもやってしまった後の姫の愛という名前に傷がついてしまうっていう方の方が怖くて。なるほど、なんかずるくない。基本本当にずるくない。ずっとそれで制御してたんで、多分兄弟ではないです。いや一方的です。ただ一人一人っ子です。一人っ子なんです。その辺ね、ちゃんとしてますもんね、意外と。確かにそう、いろいろこう思い当たる節があるもんな、こうちゃんとしてる。姫の愛を守ってる感じやもんね。そうですね、それは何も守らない。守らない。でも悪い噂聞いたことないんで。そうですね、適当にはしないですね、そういうのをこういうふうにはしないんで、この子ならっていうところをちゃんと。そう、なんか結構ね、その同業の人みんな言ってくれるんですよ。悪いですよ、本当に聞いたことない。本当に聞いたことなくて、一回も。それは多分、今も生きてるなと思って、はい、お客さんが当時から切れないんですよ、全然。結構じゃあ、今もプレイヤー時代のお客さんって結構連絡取ってます。いや、全然取る子もいますね。つながってる。つながってますね。あ、もう相当会ってないですけど、はい、たまにこう来た連絡来たりとか、インスタとかめちゃくちゃ活発に連絡来たりしてますね。なんかね、プレイボーイが好きなんですよ、プレイボーイいるのが。あ、自分が。自分が。だからずっとモテていたいっていうか。そうそうそう。あ、それはでも分かります、たまに出てますもん。モテたい顔してますもん、飲みの時。性欲とかはもういいんですよ、別に。今の、はい、なんすかね、なんすかね。まあ男として生きとる限りはずっとモテていきたいなっていう。そうなんですよね、なんかそれでもかっこいいし、素敵ですよ。じゃあそんなところで。そうやね、はい、喋ったね。そうだね、大蔵からいろいろ聞けたので、ね、続きはね、後半で、アイくんのチャンネルなんでした。アイケンチャンネルです。あ、そう、アイケンチャンネル、はい、アイケンチャンネルの方で、はい、いつもこれやるけど、よろしくお願いします。これやってて俺乗ってるの見たことない。あんまり見てなかったです。バズリオでした。ありがとうございました。